この方に信頼するものは決して失望させられることがない皆さんお元気ですかグレースハウスですペテロがこの手紙を書いたのはローマ皇帝ネロによる迫害が始まった紀元64年前後だったと考えられていますペテロはこの手紙の中で苦しみ あるいは苦難という言葉を繰り返し使っていますが同時に苦難の中にある喜びとその向こうにある希望について語り神の家の要石であるキリストを信頼するようにと読者を励ましていますペテロの手紙第一二章四節から十一節をお読みします「主のもとに来なさい」「主は」 人には捨てられたが神には選ばれた、たっとい、生ける石です。あなた方自身も、生ける石として、霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄を、イエス・キリストを通して捧げる、聖なる祭祀となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに、選ばれた石、たっとい金目石を据える。 この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは見言葉に従わないからであり、また、そうなるように定められていたのです。 しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉を、あなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、哀れみを受けたことがなかったのに、 今は憐れみを受けています。愛する者たち私は進めますあなた方は旅人気流者なのですから魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい主のもとに来なさい主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です人には捨てられた石とは ユダヤ人たちから拒絶された救い主を指しています聖書はご自身の民に拒絶され十字架につけられる救い主の姿を予言しています神の御子はご自身が受けなければならない苦難をご存知でしたしかしそれら全ての犠牲を顧みず罪の中に失われた私たちを探して救うために神の御子はこの地上に来てくださったのです神の御子は ご自身がどのような苦難を受けなければならないか全てご存知でした神の御子を待っていたのは称賛ではなく拒絶と侮辱でした英雄として権力の座につくことではなく汚名を着せられて十字架の上で死ぬことでしたしかしそれにもかかわらず私たちを探して救うためにこの地上に来てくださったのですご自身の犠牲の死と復活を通して罪と死 悪の力に勝利しすべてのの人に救いの道を開くためです。家を建てる者たちが捨てた石それが要の石となった一世紀の弟子たちは常に迫害にさらされていましたそれ以来今に至るまで多くのクリスチャンが迫害にさらされてきましたキリストの弟子たちはなぜ拒絶されるのでしょうか またそれでもなぜ福音は広がっていくのでしょうかキリストの弟子たちが進んで苦難の中を歩むのはなぜでしょうかそれは彼らがこの世の全てに勝る宝をイエスの中に見いだしたからです人々が不利益をこむり多くのものを失っても福音を受け入れるのはなぜでしょうかそれは彼らが弟子たちの中に キリストの姿を見出したからです家を建てる者たちが捨てた石はユダヤ人たちに拒絶されたイエス・キリストを指しています救い主は詐欺師反逆者として糾弾され拒絶され想像しうる最悪の方法で処刑されましたしかし人に拒絶され捨てられた方は天の父にとっては何よりも尊い ご自身のの子だったのです十字架の死は一見究極的な拒絶に見えますが最初から神の計画の一部であったと聖書は教えています救い主が拒絶されたのは私たちが救われ神の子供として天の父に受け入れられるためだったのですあなた方自身も生ける石として例の家に築き上げられ この箇所でペテロは生ける石であるイエスを受け入れるときに私たちも生ける石とされると語っていますイ石とは石造りの建物を建築するときに設計の基準となる最初に置かれる石ですまたイ石は組み上げられたすべての石を支える礎石ということができますイエス・キリストは神の家の設計の基準となる また土台となる尊い要石なるいのです神の家は教会を指しています教会とは人間の作った建物や組織ではありません教会とは神様がご自身のご計画のために召し出した人々の集まりですこの箇所はクリスチャン一人一人が生ける石として組み上げられ神の家を形作っていると教えています「新約聖書」の中で神の家は 神の宮とも呼ばれていますそこが精霊の住まわれる礼拝の場所だからです教会は社会的なプロジェクトのために集まった組織とも自分たちの興味や関心を目的にして活動するグループとも異なります教会は神様がご自身の尊いご計画と目的のために召し出した人々の家族的な集まりだからですその関係の中心に置かれているのは でであるイエス・スキリストです。今はまだ未完成ですが神様は色や種類大きさの異なる石を一つ一つ積み上げてご自身のために素晴らしい家を建てておられるのです「見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」。 キリストに従って歩む人生には、大きな喜びと祝福が約束されています。しかし、その歩みには苦難と犠牲が伴います。私たちの救いのために苦難の道を歩まれ、ご自身を犠牲にされた方、神の家の要石であるイエス・キリストと私たちが一体にされているからです。弟子たちがキリストのために進んで苦難を受けた様子が、 新約聖書に記されています弟子たちが苦難を顧みずにキリストに従ったのは彼らがこの世のすべてに勝る宝をキリストのうちに見出したからです弟子たちは宗教的な義務感から犠牲を払いキリストに従っていたわけではありませんまた自分たちの意志の力で苦難に耐えていたわけでもありませんキリストご自身が彼らと共に歩み 力を与え支えてくださっていたのです時にキリストに従うことはキリストを拒絶したこの世界と対立することを意味します今でも世界で多くのクリスチャンたちが拒絶され迫害され苦難の中を歩んでいるのはそれが理由ですしかし彼らがそれでもキリストと共に歩み続けるのはそこに真実な生き方があり 喜びと希望があるからです聖書は「この方に信頼する者は決して失望させられることがない」とキリストに従う人々に語りかけ励ましていますたとえ途中に苦難があったとしてもこの道は永遠の希望に通じているのです福音書の中でイエス様は弟子たちにご自分に従って生きる彼らもまた拒絶や迫害 苦難を経験するだろうと語っています。その一方で、十字架の死を通して、ご自分が罪とし、悪魔の力に勝利されたことを伝えています。また、弟子たちに、消えることのない平安を与え、精霊を通して、世の終わりまで、いつも彼らと共にいると約束し、励ましておられます。ヨハネの福音書、 16章33節をお読みします「世にあっては苦難があります」しかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ちました「ヨハネの福音書」14章27節をお読みします「私は」 あなた方に平安を残します。私は、あなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。マタイの福音書、二十八章、二十節をお読みします。見よ。 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます神様は私たち一人一人に決断を迫っておられますキリストが治める神の国と罪に壊れたこの世界の間で中立の立場を取る選択肢はクリスチャンに与えられていません聖書は私たちに問いかけています私たちにとって キリストは生ける石でしょうかそれともつまずきの石でしょうか生ける石であるキリストが私たちの人生の土台であるならば幸いです私たちが共に生ける石として神の家に組み上げられ永遠の希望に続く神様の尊いご計画の中に生かされているからですこの方に信頼する者は決して失望させられることがないのです